여러분 안녕하세요. 전 샴미です. 今回は柔らかいお豆腐、日本の絹豆腐を使ったチゲを作っていきます。日本でも韓国でも大人気のスンドゥブチゲです。ぜひ作ってみてください。はい、では材料の説明をしていきます。まず出汁からですね。出汁は昆布と煮干し、それぞれ 5g ずつを500のお水に一晩一日水出ししていただいて、それを次の日すべてお鍋に入れていただいて弱火でコトコト1時間煮込んでいきます。そうすると大体100ぐらい蒸発していくので、ちょうど今日使っていく出汁が400になりますので、そのように準備してください。まずあさりが 200g、このアサリの旨味をたっぷり利用して、その他旨味のある食材をどんどん重ねていきます。豚バラ肉、イカゲソ、えのき、玉ねぎ、それぞれ細かく切ってください。で、メインのお豆腐ですね。今日お豆腐は絹ごし豆腐、柔らかいお豆腐使っていきます。調味料です。魚醤を使っていきます。魚醤なければ薄口醤油で代用が可能です。その他粉唐辛子、今回使っていく粉唐辛子は中辛のものを使用しています。これはね、お好みで辛さ加減、甘口でしたり辛口でしたり、ミックスして中辛など、お好みで調節してください。であとお砂糖、甘さとコクのコチュジャン大さじ1加えていきます。すりおろしたニンニク 15g 入ります。あとお酒加えていきます。はい、でアサリを口を開くときにお酒加えていきます。で最後の仕上げに、ネギですね。ネギをトッピングしていきます。はい、では早速作っていきます。まず、トゥッペギですね。大きいお鍋の中にアサリが入っています。ここにお酒を加えて火をつけていきます。火は強火です。でアサリの口が開くまで蓋をしていただいて少し加熱していきます。でこういうトゥッペギがなければ、普通の蓋がついているお鍋であれば何でもいいので用意してください。ではですね、湯気が立ってきたので一旦蓋開けてみますね。はい、中でしっかり沸いています。もう少しですね、アサリの口が全部開くまで加熱していきます。アサリの口が何個かね、開き始めましたね。このアサリからはすごくね、濃厚な旨味が出てきますので、スープにね、もたらしてくれるにはこう大事な食材の一つになっていきます。はい、ではアサリの口が開いたものからどんどん一度器に取り出していきます。で、これはですね、乾燥しないようにラップをして置いておきます。でアサリの旨味が、詰まった、このスープに出汁加えていきます。その他ですね、こちらの旨味の詰まった具材もすべて加えていきます。イカはね、お刺身で使う胴体の部分を買ってきたら、残ったこうゲソとかは冷凍してこう取っておくとね、すごく便利です。ここでですね、一度グラッと沸くまで一煮立ちさせていきます。では、このお鍋が沸く間にですね、このアサリの粗熱が取れているか確認していただいて、粗熱が取れていたらですね、ここでアサリの身を外していきます。ここはね、お好みで殻ごとでもいいですし、お子さんとかね、こうちょっとこうお年寄りの場合は外してあげた方が優しいかなと思います。はい、ぐらーっと沸いてアクが出てきました。ここで一度アク引いていきます。必ずですね、調味料ニンニクなどを加える前にアクを引いて、ください。アクを引いていただいたら、ここで調味料加えていきます。すりおろしたニンニク、コチュジャンですね、魚醤大さじ1加えます、粉唐辛子、
ここでですね、粉唐辛子、今回粗いのを使っているんですけども、細かいものでも粗いものでもどちらでも大丈夫です。粗くてもここで煮込む時間をしっかりとっておけば、全体的にねスープの方にしっかりと馴染んでいきますので、粗いものでも大丈夫です。で、ニンニク、コチュカル、粉唐辛子類加えたら、ここではねアクが出てくるんですけども、なるべく引かないようにしてください。ニンニクやら粉唐辛子やら一緒に引いてしまうので、ここはねグラッと沸かしてちょっと辛抱する時間を、取りたいと思います。はい、ではある程度、チゲ、煮込んでいただいたら、スプーンですくいながらお豆腐加えていきます。食べながらね、あの形を崩せばいいので、ここではねちょっと大きめに豆腐の存在感を残した状態で加えていきます。ここで一旦またお鍋、落ち着いてきますので、もう一度ぐらーっと沸くまで加熱していきます。はい、豆腐もしっかりと温まってきました。鍋もぐらーっと沸いている状態です。そこにですね、アサリ戻していきます。汁ごとです。で、最後に飾りでネギをたっぷり添えていきます。はい、これでスンドゥブチゲ完成です。はい、スンドゥブチゲ完成です。熱々のチゲの中に生卵を1個落として、ぜひご飯と一緒に食べてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョーン。